はいどうも、掛け軸塾の野村です。さあ今回は掛け軸の保存についてお話しさせていただきますね。掛け軸の保存ですけども、皆さん掛け軸の保存どうされてますか？はい、あ、巻いて、あ、そのままの状態で置いている、まあ、まあ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 、いらっしゃると思います。まあ巻いてね、そのまま何もしないでそこにポイと置いて、まあ置いてポイと置かないかもしれないですけど、置いているという状態ですね。はい、他には、あ、新聞紙でくるんだ状態で同じようにまあ置いていると、置いている状態、うん、まあまあそういう方もいらっしゃると思います。はい、他には、はい、あ、紙の箱に入れて保管していると、まあ置いているという形、まあまあまあそういった方もいらっしゃると思いますね。いろんな保管の方法があるんですけども、実は今挙げた3つの方法っていうのは非常に危険な状態、デンジャラスな状態なんですね。何が危険かっていうと、実はこれ掛け軸を虫が食べてしまうという危険性があるんですよ。虫が掛け軸を食べるってそんなことあるわけないじゃんって思うかもしれないんですけど、実はこれあるんですよ。いや結構本当にね、多い、あの修理のご相談でね多い中でも結構虫食いっていう症状で悩まれてる方っていらっしゃいまして、もともと掛け軸って紙と絹とあと糊で作られているものなので、非常に虫が好む材料で作られているものなんですよ。なので、まあ、パッポッと置いてるだけでね、あの虫がバーっていきなり来るっていうようなことはないんですけども、あの湿気の多いところとかにその裸の状態で長い間置いてると知らない間に虫が食べてるっていうことがあるんですよ、ね、え、さっき挙げられた保管の方法でしまわれている方はぜひちょっと一回お家の中の掛け軸をチェックしてみていただきたいなと思います、ね、もしかしたらこう開けてみて、まあ、当てしたらキャーみたいなことが起こるかもしれない、起こってるかもしれない、いや本当にこれ笑い話じゃなくて本当にあるかもしれないから一応ちょっとチェックしてみてください。でこの虫食いっていうのもちっちゃいポツポツポツっていうようなちっちゃな穴からこれぐらいでっかいぼっこり開いてるバコバコバコっていうクソバカでっかい穴まで開いてるような症状までいろいろあるんですよ、ね、虫の食欲ってすごいなと思いますけれども、まあ、かわいらちっちゃいポツポツポツぐらいはね、まあまあなんとか、まあまあ裏打ちしたらね、まあ目立たなくなるかなっていうようなレベルなんですけども、こんなでっかい穴が開いてるやつなんで本当ね、もう残念な状態になってますよ。例えば今まで弊社が受けた修理の中でめちゃめちゃ残念だったあの症状っていうのがあるんですよ。それがこちらですね、めっちゃでっかい穴開いてるでしょ、これボコ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 ってこんなに虫って掛け軸食べるんだって思うぐらい開いてるでしょ、すごいですよね、これ全部虫食いの穴なんですよ。で掛け軸ってこう巻いてるじゃない、保管するときって巻くじゃないですか。で巻いた状態をこう虫がこう食べていくんでこう貫通していくような形になるんですね。なのでこう開いていくとだん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 ってこうこの写真みたいに規則正しい形で穴が開いていくんですね。こちらの掛け軸なんですけども、仏字掛けの、まあ、動画でねお話しさせていただいた鎮相っていうものなんですけども、あの禅宗ではねお師匠さんがあの弟子が悟りを開いたっていう証しを証明するためにあの自分の師匠の自画像を書いて弟子に渡す、それが印鑑みたいな役割を果たすっていうので、まあ、そういうふうな大切なお師匠さんの絵を描いた作品なんですけども、お師匠さんもこれじゃ浮かばれないなみたいな感じですよね。こんなに穴があれたらもう残念ですよね悲しいなということで、まあ、こちらは何とか穴開いてるところはまあ裏打ちをして、で欠けてる絵の部分は何とか修正をして、まあまあ何とか見れるかなっていうような状態にはしたんですけども、ただ文字のところはもうぼっこり穴が開いてるので、さすがにそこに何が書かれてたっていうのは僕らでもわからないので、そこはそのままの状態にさせていただいたんですけども、まあね、修繕するにも限度がやっぱりあるんで、なるべくなら虫食いは防いだ方がいいなというところで、その虫食いを防ぐためにどうしたらいいですかっていう話を今回させていただこうと思います。あ、そうそう、でさっきあの虫食いの話とは別なんですけど、さっき新聞紙でくるんであの保管されてるって方いらっしゃったんですけど、新聞紙とかチラシとかで掛け軸を巻いて、保管するっていうのはやめといた方がいいです。なぜかというと、あの新聞紙とか、まあ、チラシってインクがね、紙にインクが刷られているものなので、こうそれでくるんでると長い年月の間に、まあ、湿気とかね、いろいろな影響があると思うんですけど、そのインクが掛け軸に移ってしまうっていうような不具合が発生する可能性があるので、あの新聞紙とかチラシで掛け軸を巻くっていうのはやめといた方がいいです。できればあのだいたいね、白い和紙みたいなのが掛け軸の切り箱の中に一緒に入れられていることが多いと思うんですけど、そういったものでくるんであげる方がいいですね。はい、まあ、これは余談でしたけども、さあでは
虫食いを防ぐために掛け軸の保管で気をつけることどうしたらいいですかっていうことなんですけども、まずは切り箱に入れていただいたらいいかなと思います。この切り箱ですね、こういう掛け軸を入れるための箱ですね、これに入れていただいて湿気のないところで保管をしていただくっていうのが一番いいと思います。この切り箱っていうのは、ね、昔から、掛け軸とか美術品を保管する上では、ね、非常に重宝されてきたものなんですけども、やっぱりこう防湿性、湿気を防ぐっていう役割が非常に高いのと、あとは防虫性っていうね、やっぱり虫が来るのを、ね、防ぐ効果があるのと、あと耐火性って言って火にも強いんですよ。なのでそういった切り箱の特徴っていうのが掛け軸を保管する上で非常に便利だということで昔から使われてたんですね。この切り箱に入れて保管していただければ、虫食いのほとんどは まずは防げるかなと思います。それでも来るときは来ますけどね、この切り箱を貫通してるっていう場合もあったりするので、絶対ではないですけども、よっぽどそれはね、蔵とかにしまって湿気の多い蔵とか、戸棚とかでもいいんですけどに置いてもうずっとほったらかしてたっていう時にしか起こらないと思います。そんなね1ヶ月や2ヶ月ぐらいでそんな虫食いがブワーってこの切り箱を貫通するようなことはないと思うので、まずは切り箱に入れてください。で年に1回から2回ぐらいは掛け軸を晴れた日にこう干して虫干しして、でまた晴れた日にこの切り箱にしまっていただくっていうのが一番いいかなと思います。これなんで晴れた日がいいかっていうと、雨の日にこう掛け軸を出して、でまた雨の日にしまうと、もうどうしてもね雨の日って湿気がすごいじゃないですか。その湿気を掛け軸が含んで、その含んだ状態で切り箱の中に入れちゃうと結局内部に湿気が溜まっちゃう状態になっちゃうので、この切り箱の防湿性っていうのがあんまり発揮されなくなっちゃうので、しっかりと晴れた日に掛け軸は出して巻いてこれを切り箱にしまうということが大切です。でさらに虫除け防虫の効果を高めたいと思われている方は、切り箱の中に掛け軸専用の防虫剤っていうのを入れてください。ね、掛け軸専用ですよ、掛け軸専用、これ絶対ね、絶対掛け軸専用。よくねもうめちゃくちゃ多くの人がね勘違いされてるんですけども、着物用とかの着物とか衣服用のね服用の防虫剤、ナフタリンとか小脳とかそれを入れられてる方っていうのがめちゃめちゃ多いんですけど、これ絶対やめてくださいね、これ絶対、もう絶対ですよ、絶対、なかなか絶対って言い切れないけど、これはやめてください。本当に掛け軸専用の防虫剤っていうのを入れてください。そういうとね、掛け軸専用の防虫剤って何、衣服のやつと何が違うのって思われる方いらっしゃると思うんですけど、これ違うんですよ、成分が違うんですね。着物用とかのねこう防虫剤っていうと、化学物質じゃないですけど、なんかね薬品の匂いがすごいきついんですよ。薬品の匂いきついってことは、結構やっぱきついんですよ、掛け軸にとってもよろしくないんですよ。掛け軸っていうのはさっきも言いましたけども、紙と生地とあと糊でできている、すごいデリケートな存在、美術品なんでデリケートな存在なんで、あんまりきつすぎるこう着物用の防虫剤を入れて保管してしまうと、掛け軸が変色したり、あと軸先とかが、ね、溶けてしまったりっていうような、そういう不具合が起こったりする原因にもなるんで、これね着物用の防虫剤っていうのは本当にねやめといてください。で着物用のね防虫剤ですけど、こんなやつよう売ってると思うんですよ、タンスにゴンとかなんかいろいろあると思うんですけども、こういうのを例えば入れてると、最初はね中に固体が入っている、なんか触ったらあるなっていう感じると思うんですけど、しばらく経ってくると、よく3ヶ月とかしたらね、こう防虫剤交換の時期だなっていうと中がなくなってるっていう時あると思うんですけど、あれは中の固体が気化するんですね、空気になって、で例えばこの切り箱だったら切り箱の中で空気になって切り箱の中で空気になって気化して、この中でその薬剤の成分が充満している状態になるんですけど、それの状態がずっと続いているとやっぱり掛け軸にあまり良くない影響が出てくると。でさらに言うと、この着物用の薬剤防虫剤っていうのは結構中身の成分ではない、いろいろな成分があるんですよ、3種類ぐらいあるんですよ。例えばナフタリンとか、あと何だっけ、パラジグロルベンゼンも噛みそうですけど、パラジグロルベンゼン、あとは何だっけ、ピレストロイド系とかいろいろ何個か種類あるんですよ。これ2つ別々のものを混ぜると変な化学変化が起こって、さらに掛け軸にダメージがいくっていうことが結構あるんですよ。本当に軸先とか溶けたりしてるっていうのを見たことあるんで、これは本当にね混ぜないでほしいんですよ。ただね、切り箱の中でこう入れてたじゃないですか、最初の着物用の防虫剤を入れてて、それが気化してなくなったと
じゃあ新しいのに取り替えようと思って、あ、前買ってたやつがもう全部使っちゃったから、ちょっと新しい防虫剤を買いに行こうと思って、前と違う例えば防虫剤を買ってきたとするじゃないですか。その防虫剤の成分が前の入れてた成分と違ってた場合、このまだ切り箱の中にはその前の成分が残ってる状態で新しいやつを入れると、そこで変な化学変化が起こって掛け軸に不具合が発生するっていう場合があるんですよ。いや、これ本当にね、私も何回か見たことあるんですけど、シミの原因になったり、絵の具が変色したり、あと金とかで描いてる場合は金がなんか変化したりとかっていうのが結構あるんですよ。これはね、掛け軸だけじゃなくて着物とかでも言われていることなんですね。種類の違う防虫剤を、例えば霧のタンスとか、まあ、そういうので着物を入れてて一緒に入れてると変な化学変化が起こって、着物のこう帯とか金の部分がなんか変色したとか、ひっついて取れなくなったとか、いろんな不具合が発生するっていう話を聞いているので、これは絶対やめてくださいね。で、こう化学変化が起こると袋が破けてしまうみたいなことも起こるんですよ。で、袋が破けてしまって、で、中の固体だったのが液体になるっていうことがあるんですよ。で、液体になったものが掛け軸にべちゃってひっついたりして、中に浸透して汚れるみたいな感じのことが起こるんですよ。最近もね、私見かけたんですけど、お客さんのところでね、古いの出されてバーって開いてみたら、こう防虫剤、着物用の防虫剤の透明のなんか粉々みたいなやつが作品のところにぺっちゃってひっついてしまってるんですよ。で、これもう何しても取れないですよ。めっちゃこびりついてるから。で、まあ、これを、ね、きれいにできるかどうかっていうのは、正直言うとやってみないとわからないですけど、まあ、ちょっと正直きついかな、あとは残るんじゃないかなという感覚は受けるもんなんでね。まあ、それはちょっと修理はしなかったんですけども、まあ、そういうふうに言われても、多分表具屋さんでもそれはできるかどうかでいうと微妙なところがあるので、そういうふうなことが起こらないようにするために、着物用の防虫剤っていうのは美術品には使うのはやめてください。これ絶対やめてください。ね、そう言われるとなんかちょっと不安になってきたりしませんか。うちどうだったっけなって思われたりしませんか。もしくは自分家では掛け軸は自分ではなくて親が管理してるっていう場合は結構あるんですけども、一回その、ね、管理されてる方がちゃんとその掛け軸専用の防虫剤を使われているかどうかっていうのを一回チェックしてみてください。これね、僕の感覚経験値ですけども、多分ね、半分以上の方は間違ってます。いや、本当にこれ本当に思ってる以上にみんな着物用の小脳とかナフタリンとか入れているので、これね、もし見つけたら、違うよ、それやっちゃダメだよ、掛け軸用のちゃんと防虫剤使わなきゃダメだよって管理されてる方に伝えてください。これめちゃめちゃ多い確率でそうなってると思うので、はい。じゃあ掛け軸専用の防虫剤ってどこで買えるのって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、大丈夫です。最近はね、Amazon でも楽天でもネットで売ってます。はい、大丈夫です。で、まあ、1個100円から200円ぐらいの間でね、10個セットぐらいで売ってると思うので、まあ、簡単に買えることができますし、まあ、別に通販じゃなくても近所の掛け軸扱ってるところに行った大体のお店はね、持ってると思います。在庫があると思うので、そこで購入されたらどうかなと思います。まあ、間違ってもそこで着物用 の防虫剤を勧められるということはないと思いますので、ちゃんと掛け軸専用の防虫剤を勧めてくれると思うので、そちらでご購入されたらどうかなと思います。で、掛け軸用の防虫剤っていうのは、さっき着物用の防虫剤はなんか透明なものが入っているって言いましたよね。まあ、タンス2ゴンでもなんかいろいろあるじゃないですか。ST 化学とか小林製薬とかいろいろあると思うんですけど、またそういう風なやつの中見えてるやつもありますし、まあ、袋を破いてみたら大体透明のやつが入っているんですけども、それと違って掛け軸用の防虫剤っていうのは大体、まあ、ちゃんとしたやつでやったら天然香木、木ですね、香りの木って書いて香木って言うんですけど、香木が使われていることがほとんどなので、その香木だったら優しい香りで、着物の用のやつと比べると、ね、匂いの強さが分かります。違いが、着物用のやつはめちゃめちゃ匂いがきついのでうんってなるんですけども、掛け軸用のやつはまあまあ同じような匂いですけど、ちょっと柔らかいほわーっとした、あ、天然香木ってこんな香りなんだ、わーみたいなね、そんな感じでちゃんと嗅げるぐらいのレベルの匂いのする防虫剤っていうのがありますので、まあ、そちらを入れていただければどうかなと思います。まあ、実際ちょっとね、防虫剤の中身、掛け軸用の防虫剤の中身っていうのがどういうものなのかっていうのを見てみましょう。まあ、ここら辺ね、これ代表的な防虫剤なんですけども、こういうふうな代表的な防虫剤なんですけども、ちょっと中身をこう袋破いて見てみましょう。本当はダメですよ。本当はダメなんですけども、まあ、ちょっとどんなものが入ってるかっていうのを見てみましょう。はい。はい、こちらが掛け軸用の防虫剤の中身になりますね。破いてしまいました。
在庫が1個減ってしまいました。まあそれはいいとして、まあ本当にね、あの透明の分と全然違って、これが天然香木、まあ本当に木みたいなもんですね、おがくずみたいなものが入っているので、まあこれがあの掛け軸用の防虫剤の形になります。はい、まあこういった防虫剤を、まあ1年から2年ぐらいかな、まあ匂いがなくなったら交換っていう形でいいと思うんですけど、だいたい 1,2 年に1回ぐらいのペースで、まあ交換していただいて、で湿気の少ないところで切り箱に入れて保管をしていただければ、まあ、虫はほぼ来ないと思います。 100% とは言わないですけど、まあほぼ来ないだろうな。これ以上なんかしろって言われたらちょっと難しいなと思いますけど、まあこれで、まあやっぱり、ね、湿気が多いところっていうのはね、虫が発生しやすいのは、よく虫が湧くって言うじゃないですか。あれと一緒で、やっぱりこうカラッとしたね、湿気のないところで切り箱に入れて防虫剤を入れて保管するっていうのが、まあ、一番掛け軸を保管する上ではベストな方法じゃないかなと思います。で、念のために今ご紹介させていただいたような掛け軸専用の防虫剤が買えるリンクっていうのを下の方に貼っておきますので、まあ、もしあのご近所にね掛け軸屋さんがないっていうのであれば、そちらからご購入いただければどうかなと思います。本当にだいたい10個とかそれぐらいのセットで、まあ、1個100円から200円ぐらいの間だから、まあ1000円から2000円ぐらいの間で、掛け軸の防虫を買えると思うので、まあ、掛け軸を管理されている方に対する、まあ、プレゼントとかにもね使ってみるのもいいかなと思いますので、まあ、ぜひ掛け軸は掛け軸専用の防虫剤を使うようにしてください。はい、いかがでしたでしょうか。今回は掛け軸の保存ということで、まあ、切り箱にまず入れましょうねと、で、まあ、乾いたところで、湿気のないところでそれは保管しましょうねと、でさらに言うなら、掛け軸専用の防虫剤を入れてくださいねと、まあ、掛け軸専用じゃないとダメですよ、着物用の防虫剤は絶対ダメですよ、掛け軸専用の防虫剤を切り箱に入れて、で、まあ、年に1回から2回ぐらいこう虫干しを晴れた日にして、で晴れた日にこうしまっていただくという形ですね。で防虫剤の匂いがなくなってきたら、まあ、1年か2年ぐらいで、まあ、チェンジして新しいのにしてまた保管してくださいね。これをすることで虫食いっていうのは防げるんじゃないかなと思います。はい、このチャンネルでは今回のように掛け軸やそれに関わる様々なツールのご紹介というのをさせていただいております。面白かったな、ためになったな、勉強になったなと思われる方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。私のやる気がどん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 上がっていきますので、何卒よろしくお願いいたします。それではどうも今回もありがとうございました。ではまた。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。